日本神奈川県川崎市中原区、木月木月は神奈川県川崎市中原区の町名。現行行政地名は木月1丁目から木月指定目で2004年から2006年にかけて住居表示が施行され同時に町名が設定された。郵便番号は211-0025。2010年の国勢調査時点での面積は92.7ヘクタール。なお、 木月を冠した町が木月の近隣にあるが、これらは木月から分離されて設置された。中原区の南東部に所在し、八神川と日経両用水の支流である渋川に接している。東急東洋湖線、目黒線の元住吉駅周囲は駅を中心として、東西に商店街の伸びる商業地となっているほか、津那島街道と知って黒川道路という幹線道路が、 当地で交差している。木月は北端で木月祇園町、木月伊勢町と東端では渋川を境として木月住吉町、西、加瀬、幸区八神と南端では八神川を境界として横浜市港北区日吉と西端では伊田、伊田中の町と接する。住宅地の地下は2021年1月1日の工事地下によれば 気づき1から8から25の地点で50万円平方メートルとなっている。当地には鎌倉久保の足利元氏に収めた租税の帳簿が残されていたと新編武蔵風土機構が伝えているが当時の記録として現在に残っているものとしてはレンガ市の総長が表したあずまじの津島に1509年に本人が当地に宿泊したことが残されている。 小田原州所領役長には、稲毛省、木月号今井夜景法という記述があるが、夜景は新城村の勝負に否定されており、木月号は広範囲であったと考えられている。江戸時代の当地は旗本領であり、森川市、三宅市、内藤西の四級となっていた。木月戦国と称された水田地帯であり、実際の村高も商法年間の 武蔵田園母で715国、原禄号町では987国5と、天保号町では1003国8と、幕末の急行給料取調べ町では935国と、1000国前後で推移していた。ただし、干ばつや洪水、森川市の応暴などに苦しめられながらの生活であった。農館には紙すき、縄作りが行われたほか、天明期からそうめん作りも行われ、 木々そうめんとして江戸へ出荷されていた。明治時代には町村制の施行により周辺の村と合併して住吉村が成立し当地に村役場が置かれた。明治末期には梨や桃の栽培も行われたが大正末期に東京横浜電鉄が開通して元住吉駅が設置されたことにより駅周辺に商店街が形成されていったほか 周辺の宅地化も起き始めた。1940年には、高知整理の結果、木月伊勢町、木月大町、木月祇園町が分立し、2年後には木月住吉町も分立した。残りの木月は11の字を含む大きな区域で1丁目から4丁目という通称がついていたが、平成に入ってから住居表示が行われ、正式に丁目が設定された。 木月という地名の由来については、はっきりしていないが、古代の三宅に関連する地名だとする説、八神川沿いの停湿地を突き固め、気づいたことに由来するという説などが考えられている。いずれにせよ、木月という表記は後に当てられたものである。木月で、住居表示が施行される前の字は、一下のようになっていた。 2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。川崎市交通局と川崎鶴見臨行バスによって、川崎駅西口、小杉駅東口、横須賀線小杉駅、新城駅、新川崎駅、新川崎交通広場などを結ぶバスが当地を経由して運行されている。 なお、これらはすべてブレーメン通り沿いにある。ありがとうございます。